豆タイムスは福島県須賀川市を中心に周辺地域を対象として観光されている日韓地域市。戦前から地域市が複数観光されていた須賀川町では1946年に阿武熊地方が創刊。これに対し中外商業新報、河北新報、福島民有で記者として働いた経験を持っていた佐川清楚は 1947年1月11日に当時の須賀川町で豆タイムスを創刊した。当初は週2回程度の観光頻度であったが、後には確実感となり、さらに日刊化された。2016年10月13日付で創刊から2万号を迎えている。2019年現在、第2土曜日、日曜、祝日が休暇である。半径は、 タブロイド版で通常は8ページで刊行されている。配達対象地域は発行拠点である須賀川市を中心に鏡市町、天ム村、郡山市の一部に及んでおり、須賀川市内の4箇所のコンビニエンスストアと鏡市町の町の駅では一部売りも行われている。平成28年10月13日で通産号数が2万号になる。須賀川市は ふるさとの税の返礼品の一つとして、郵送による豆タイムス1ヶ月分の定期購読を用意している。ありがとうございます。